攪拌完了いたしましたので、ちょっとどのような仕上がりになったのかご覧いただければと思います。すいません、ちょっと遠くて分かりにくいかもしれませんが、まあ、先ほどの大きなアーモンドのやつがこんな感じでだいぶ滑らかになったかなと思います。